花咲く季節のサンセリテ。今すぐにスズメさんを話してください。断る。妙な動きをしてみろ。この女の命はないぞ。相変わらず汚れまでしやがって。私には構わないでください。この人を止めないと村がめちゃくちゃになっちゃいます。だからってスズメさんが犠牲になっていいはずありません。感動的なやりとりだが、かなうな、叩き潰してしまえ。京花ちゃんをいじめないでください。許しません。あ？よくもスズメさんを花祭りのために一生懸命頑張ってたのに。え？いや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 、あいつが勝手に焦げただけで私は悪くないよな。な。いや。ジョーちゃんは俺みたいなはみ出し者にも親切だった。俺が本気で変わるきっかけをくれたんだ。それを、なんか私がやったみたいになってるが違うよな。お、坊主は見てたよな。おい、おかしいだろ。弁解するんですか。あなたは弁解不審者さんです。これひどい話。スズメちゃんを返して。してください。なんでこんなことした。反省して。汚いぞお前ら。あいつの土地を私のせいにするつもりだな。全員始末してしまえ。いくらなんでもこんなにでかかったか。忘れてました。